けど、今水をぶっこかけて、そうちょっと抑えてたけど治んない。この時間ってうたた寝しちゃうよね。うたた寝しちゃう人、はーい。うたた寝しちゃわない人、はーい。え、うたた寝しちゃうよね。そうだよね。寝ちゃった。はい、します。そうだよね、寝ちゃうよね、やっぱり。そうだよね。なんか夕ご飯、夜ご飯を食べるとなんか血糖値が上がって眠くなるんだって。でもさ、夜ご飯って食べなきゃお腹空いちゃうし、一体どうしたらいいんだと思ってさっき悩んでた。そう、でも食べないことなんてできないし、でも眠くなっちゃうし、そう、夜ご飯とこういろいろ片付けとかするまでの間ぼーっとしてたら寝ちゃうんですよね。サッチーの今日の悩み、どうしたらいいと思う？ そう、え、体すこやか茶飲むといいの？そうなんじゃ、そっち水派だからかな、関係してる？もしかして。でも今日は新しいコスメを買ったのでテンションは高いです。なんかさ、こういう話よくしとるんやけどさ、4ヶ月前からずっと探し、約4ヶ月前ぐらいからずっと探しとったコスメがあって、もう即買い、ラスト2個だった気がする。3個になって、でもう一個あったのね。もう一個ずっと探してたのが、それは全種類もうフルであったんだけど買わなかったでも今後悔してる。あ、やっぱ買いたかったなと。そう、人気コスメでね、そうなんよ。やっと手に入りました。次のね、みちさんの卒コンでつけるので、つけるっていう感じじゃないか、どうしようかな、先言っとくわ。じゃあなんかね、ここのピンクの、ピンクじゃないか、ベージュのやつ、あ、やっぱ今の期間ことにしとってやっぱ今の内緒、みんなが見て当日に31日で何が違うか当ててくださいもう遅い、時すでに遅しベージャー内緒、聞いてません、目元に、やっぱ内緒で、やっぱ内緒です。今なんか聞こえたなとは思うよね。そう、分からない。でももしかしたらさ、サッチーが嘘ついてるかもしれないよだから、そう、まあいろんなとこ注目、メイク用品を変えたから
何の話ね、何の話じゃろうね、何の話じゃろうね。メイクは変えたよっていう、誰ですかそこからそう、やっぱりねコスメ買うとねもうルンルンになるよね。ルンルンです。今欲しいコスメをねメモしたらね6個もあった。6個もありました。コスメってなんだいいですね、いい忘れっぷりです。そうです、そう買う楽しみがいっぱい。1個ずつちょっとずつ買おうかな。コスメ日本語で言うと化粧品。やばい、なんか真面目に回答しちゃった。化粧品じゃないあ、木曜日お疲れ様でした。お疲れ様、みんな今日も一日頑張りました。みんなバズれるのは見てくれましたか。 ST48 の1億人にバズれるの21時から放送されてたんですけど、ちょっと告知出し忘れちゃって大変申し訳ないです。ごめん忘れてた、だってでもあの見逃し配信があるのでぜひ。あれ絶対難しいよねって思いながら見てた。隠れた才能チェックだそうです。ちょっと難しそうだなって思った。ねクロちゃんさん毒舌厳しかった今日厳しいクロタン、クロちゃんさんでした今日。サチタンできたかな、くれた才能ね、できたかなあれそう。でも小説のやつはあの小説のやつはね自分でやってみたの、こう放送されて、放送されてるって書き出しのやつね、書き出しのやつはちょっとやってみたんだけど、あの誰っけ、書き出し的にはちょっと待って、書き出し的にはちょっと待って誰だっけ、リーディエッチだったかな、見に出た自分でやった時。ただいま。また出た、やばい。起きてます。こんばんは。ただいま。復活。ごめんね。一瞬だけちょっと。さちゃん、ちっちゃんありがとう。お帰り来てくれてありがとう。で、何の話してたっけ？そう、バズるのやつか。バズるの。なんか、鍵カッコで始まるやつ、鍵カッコで始めがち。なんかさラランドさんのさ西田さんのさアドバイス聞いてるとさ、あ小説ってすごいなって思わんかっためっちゃ思ったよね。あーなるほどって、あなんかちょっと言葉では説明しづらいけど、なんかそう思った。なんか次の展開にあの読者に読ませるにはどう書くのがいいのだろうとか、なんかすごいなって思いましたね。多分私も多分めちゃくちゃ言われてた気がするそう的確
ていうか、なんかすごいなって思ってた。おしおし、ありがとう、嬉しい。ファンレター川柳で書きます、嬉しい。みんなの文才能力チェック、サッチーバージョン。サッチーに才能はないけど、あのチェックするほどの。そうそう、ソガワンはね、夜配信ができるようになりました。歌ったね少女にとってはすごく嬉しいです。そう、サラリーマン川柳聞いたことあるな、なんか。575でファンレター、みんな575でファンレターくれるの嬉しい。みんなで歌たにしてニーズとか気をつけよう。え、一回やって、ちょっともう、もうなんだろう、もうちょっと待ってって感じでしたね。感じでしたね。そう、あ、みんな五七五書いてる、嬉しい。でも一番人生で一番長かった、長かったって言っても寝始めが遅かったんですけど、なんかライブ終わりで夜遅く帰ってきて、ご飯食べて、まあ、その他もろもろして、お皿洗いとかして、ああこんな時間やって思って寝たら5時でした、朝起きたら。それが一番やばいかな、サッチの人生の中で。歌たねで一番やばかったそれかな。そうなんよ、歌たねじゃないね。でさ、最近良くないのがさ、前まではね床でね撮ったから、まあ1時間2時間でね起きてたのね、1時間か。でも最近ザイスという最強のグッズを手に入れてしまって、そう、しかもね倒せれるんですよ、今そこにザイスがあるんだけど。ザイスを睨んでるんだけど、そう、だからね長く寝ちゃうのよ。そう、床で寝てたんよ。座椅子はいいですよね、心地。あ、でもちょっと起きたら体痛いけど。ソファーね絶対買えないよね、サッチ。サッチさん、スチッチありがとう。次はヨギボーだ。ヨギボーってあれだよね、めっちゃなんて人をダメにするソファーだっけ、が売ってるとこだよね。あれを買ったらサッチはいつ動くのだろうかってなっちゃう。一回ちょっと買ってみたいよね。動けないよね、一体化しちゃう。それな、この前初めて寝袋使ったのか。え、そうなんじゃ。あ、でも自分も一回、あれ、寝袋ってキャンプとかで使うやつよね。一回くるまったことある、高いよね、意外と。やばい、ヨギボー買ったらレッスン行かなくなる。いや、意地でも立ちますけど、ちょっとヨギボーから立てれなくて今日のレッスンをお休みしますってなるのかな。
まあ来てくれてありがとう。来てくれてありがとう。じゃあヨギボーは買っちゃいけないですね。ヨギボーは持ってる人いる？来てくれてありがとう。ヨギボー持ってる人いますか？この時間のサチタンです。こんばんは、うん、こんばんは。お、持ってるよって。え、すごい。ダイスってそんなに？リクライニングってなんだ？あ、にゃんこちゃんに占領。猫がヨギボー座ったらもう本当に動かなそう。まどちゃんが描いた似顔絵ね、まだ見せてもらってないというか忘れてた。言ってない、まだ言ってないですね。ちょっと今でもかな配信してるんだ。サチタンスチッチありがとう。鼻かゆい。あ、でもさっき花粉症疑惑出た。今日お散歩してたらさ、くしゃみ止まらんくてさ、恥ずかしかった。こんばんは、来てくれてありがとう。じゃあ伝えてくるよって。それもちょっと恥ずかしいわ。なんかさっちーが似顔絵見せてほしいらしいよって。それもちょっと恥ずかしい。めっちゃこんばんは来た、嬉しい。お散歩よくしてます。くしゃみはきっと、あ、誰誰サッチーの噂してるの聞こえてるよ。みんなの家に盗聴器つけてるから。怖すぎ。嘘です。ちなみにサッチーはこの時間でも配信そうできるようになりました。ルンルン。こんばんは、来てくれてありがとう。さっちゃんスティスティありがとう。なんか期待出てる。アイドルに盗聴器つけられて、どうやってつけたんだって感じだよね。鼻の描き方独特だよね。ごきげんよう、来てくれてありがとう。ドゥービドゥービだな。お、え、嬉しい。ちょっと待って、嬉しいのが2個も。最近ツイッターで見かけて気になってきました。嬉しい、ありがとう。トトイ奥さんがサッチしてもらって、え、そうなの、嬉しい。ちょっとくしゃみでそうなると嬉しさが混じってこんな顔になっちゃったけど、え、嬉しい。そうなんじゃん。ありがとうございます。感謝です。そう、 朝まで生配信いつやる？え？どういうこと？もうやる前提？ちょっと予定にはないですね、今のところ。そっち、ありがとう。あ、ビスの写真可愛かったです、嬉しい。そう、ビスモデル雑誌が、はい、1
4月1日に発売されますので、皆さん絶対チェックしてほしい。本当に超楽しかった。かわちいお帽子をね、かぶさせていただいて、もうね、もうすごくスチスチでしたね、ファッションが。ちょっとね、語らせていただくと、私ビスの世界観がめっちゃ好きで、そう、みんなにもぜひ見てほしい。なんか不思議な感じ、なんか眠たくなる感じ、ふわふわふわしてる、なんだろう、不思議な世界って感じだから、ちょっとね個性派なものが多い気がするんだよね。帽子とかも、あのなんかかぶったことない感じのことがのやつが多い。みんなちょっと、え、でもそれがマジで好きなの。だからああいう帽子とかね、実は大好きなんですよ。あのリボンの編み編みのああいう帽子とか、なんだろうね、あの雰囲気、ビスのちょっとレトロな感じもある、レトロな感じの時もあるよね。筒井あやめさんがもう本当にビスって感じ、めっちゃ好き。あのふわふわした感じがめっちゃ好きなんですよ、ビスが。だからもう本当に乗れて嬉しかった、みんなありがとう、イエーイ。青木さんにもお会いしましたそう、お会いしましたよ、嬉しかったです。そう、だから乗れて嬉しかった、本当に本当に嬉しかった。みんなありがとうね、イベントのおかげです。で、広島店のきの国屋それじゃあ教えてくれてありがとう。きの国屋書店でね、ご購入されますと、さっちあの STA の、はい、生写真、あれどういう設定なんだろう、さっちさっちください、あ、さっちくださいじゃない、この子くださいみたいなのか、ランダムなのか分かんなくて、どっちなんだろう。みんな買ったことある、サッチーください、やばいよね絶対ファンじゃんってなるよね自分が店員さんだったら笑っちゃうんだけど、かわいい、なんかサッチーくださいサッチーくださいって、そうそうそう、どういうセット、あれなんか分からんのんじゃけど、どういうあれなんだろう、ランダムかなそう、ランダム、サッチ以外でやばい、泣いちゃう、私が店員さんだったら、あー私なんだけどと思って、そう、サッチで分かる店員さんも確かに嬉しいよね、それもそれで。ランダムなんだ、ランダムなんかな、あ、前回ランダムなんだ、やばい、じゃあ何冊もカウントやってこと、キラ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 ー、あ、ランダムなんだ、これは紙に祈って、サッチーサッチー、サッチも地引きしたい、いいね、サッチそういうの大好き、なんかさカードせーのバン、あー違ったみたいなやつ大好きなんだよね。そう、ランダムか、なるほどね、ランダムなんじゃね、そう、サッチ地引き、みんな地引きしたら報告よろ
チャガチャとか引き運強いの？どうだろう、あんまりでもねガチャとか引かんのよね。つむつむとかではよく引くんだけど、ガチャガチャをリアル生活ではガチャガチャあんましないからあれなんだけど、どうなんだろう。でも言霊ってあるので引き運強いですよって言っとこ。ちょっと鼻水かんで。ただいま、ありがとう、待ってくれて。ただいま。あ、でも七並びはね、そっち引き強いかも。自分のウルトラレア結構出てる。あ、ファンクラブの壁紙ガチャはねまだ地引きしたことないけど、千穂さんは地引きしましたこんばんは、試験さん来てくれてありがとう。こんばんは、来てくれてありがとう。なんかさ、ウルトラレアってさ虹色じゃん。あれウルトラレアじゃないかな、ごめん、シークレットだ、ごめん、間違えた、シークレットです私はあ、シークレットの上にさらにウルトラレアがあるのか、逆？え、そう、虹色のやつがよく出る。あ、あ、シークレットが一番上か。ふふふ、嬉しいな。そう、実はそうなんですよ。でも出にくいのはウルトラレアなんだ。あ、そうなんじゃ。あ、じゃあ自慢できない感じこんばんは、来てくれてありがとう。こんにちは、来てくれてありがとう。運がいいって口に出すとね、運って良くなるんだって。だから言ってます毎日。嫌なことがあっても、嫌なことっていうか運が悪いことがあっても、まあ運いいしって言って毎日生きてます。口に出すっていいことらしい。そうそう、ポジティブにね。そう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 、言霊だね。そう、言霊大事。ポジティブ変換、最近ポジティブ変換誰にもしてないな誰にもしたのはちょっとみんな待ってるよふちゃん、スチッチありがとう。嫌なこと一つくらいだって。僕体ってさ、僕の体よ、あれ歌詞をさじっくり見たらさ、本当にマジでいい曲だよね。トップを争うレベルでいい曲だと思 う。嫌なこと、さっち今晩7周年ツアー広島申し込んだ、嬉しい。あ、皆さんファンクラブ先行の受付はあとね21分で終わりますよ。皆さん本当にいいんですか、来なくて。あ、バッチリ済んでます、さすがでございます。あと20分で終わっちゃうよ、ファンクラブの申し込み。本当にいいんですか、まだチェックしてない、そこのあなた。
本当にいいの？あ、前期申し込みました。嬉しい。あ、めっちゃ嬉しい。会えますように。嬉しい。そう、 OMG。 あ、オーマイガー。そう、圧をかけてます今。本当にいいんですか？なんでチェックしたいんですか？来ますよね。うん、あ、よかった、来るんか、よかった。今度かと思った今。コント持ってた。来てね、みんな。あ、嬉しい、来るよって。そう、めっちゃ圧かけてみた、初めて。もちろん行く、嬉しい。あ、いい返事です。そう、ラッキー席っていうのがあって、ラッキー席っていうのがあって、1777円でね、購入できます。そして、あのね、高校生までのね方はね、777円でね見れるんですよ、ライブが。ラッキーセブン、7周年にちなんで。みんなでラッキーになりましょう。そう、お安いでしょ、お得でしょ。だからもう本当にお隣のお子さんとかいらっしゃったら、あの、全然話したことないけど、ちょっとチラシ入れてみてください。ポストに、ポストに入れてみてください。 STU がコンサートしてるので、そう、勝手にポスティングしてみてください。そう、近くの学生さんに通報されそう。確かに怖いよね、普通に。お知り合いの学生さんがいらっしゃったら捕まりそう。やばいよ、確かに。いらっしゃったらぜひ声かけていただけるとすごく嬉しいなと思います。もちろん皆さんは来る前提です。コンサートってと楽しいよね。イベント行ってみたい、来てほしい、本当に。あ、そうそう、回覧ですみたいな。あ、え、それよくない？回覧板にさ、ちょっと挟んどこうやん。挟んどったら見るんじゃない、みんな。それ名案かも。それで行きましょう。さちちゃん、さちちゃん、ありがとう。ちなみに一部二部行くって、お、やったー、嬉しい。神戸席もね、そう、ありますので、たくさん撮ってくださったら嬉しいです。ちなみに3期研究生は前座でね出演して、どの件出るかはちょっとまだわかんないんですけど、そうだよね、それがね言えないというか、まだね本当にさっちたちも知らなくて、どこに出るか、そう、それが言えないからね。そうなんだけど、でも来てくれると大変嬉しいです。あ、お台場嬉しい。お台場も5月6日にお台場で行われる、2.5×3 セブンスアニバーサリー、はい、ライブ東京でありますので、みんなチェックしてるよね。チェックしてるよね。もう5月6日予定、お台場で入れてるよね、サッチーたちのライブだよね。そう、肉フェスの、そう、お肉食べれるんだよ。お肉も食べれて、サッチーたちも。ちょっと恥ずかしくなっちゃった。あ、いいお返事です。みんな待ってるよ。そう、夜はアツッチーです。タンあるかな、タン食べたいな。そう、そう、サチアツですから、この圧に勝てた者はいないと噂のっていうのは嘘なんだけど、本当に来てほしいですよ。来てくださいね。もうチェックしてますよね。
あ、震えてるってことはもしかしてチェックしてない、他の予定が入ってるのか。そんなことはないって思ってますよちょっと圧かけすぎ。でもそれぐらい来てほしいんだ、全部のライブに。大好きなんですよライブ。そう、あと TGC 熊本で、はい、ST ホテイと三期研究生がパフォーマンス披露させていただくので嬉しい、本当に嬉しい。予定を変えねば。お、来てくれるんですか。楽しみですね、それは。とってもそう、熊本県初めてなんよ。あ、え、違うかも。大分行った時に家族旅行で、ワン、え、どうだったかな。なんか小さかったからさ、まだ分かんなくてさ、どこに何があるとかが、だから覚えてないけど、でもまあ初なんじゃないかな。そう、初だと思う。 TGC TGC、出演モデルさん拝見させていただいたんですけど、ちょっと大好きな、中学生の時からずっと大好きって言ってるモデルさんがいらっしゃって、ドキドキしてます。でも分かんないけど、会えるとか見れるか分からんけど、ステージとか。なんかね、STU に入った時にアンケート書いたんだけど、で好きなモデルさんの枠にね、書いた方、そう、書いた方ずっと好きなんですよ、中学校の時から見ててめっちゃ好き。なんかさ、世界観に惹かれがちかも。そのモデルさんももしね、そう、世界観がめっちゃ好き。そう、お姫様みたいで可愛いんですよ。え、めるるさん大好き。そう、ずっと見てる。サッチーの世界観好き。本当にサッチーの世界観どんなの、気になる。ステージ上のサッチの世界観、嬉しい、嬉しい。世界観って惹かれるよね、嬉しい。そんな、やった、嬉しい、そう言ってくれて。こんにちは、試験さん来てくれてありがとう。ちょっとさ、鼻水がめっちゃ出る。ちょっと鼻かんでくるね。やられたらしいのくとさ、そんな無抵抗でしかない夏の我が猫ちゃんみたいに。鼻かも入ってたよ、ほんとに。知ってるからミュートにしてたのまるで子猫ちゃんみたいにしゃがんでこっちを見てるけど、あー面倒
耳が変わりそうでした。ノー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 。あ、最近のアニメ情報、急にだけど最近ハイキューを見始めました。それだけそれだけです。まだね3話とか、なんかね一つのねことに、まだ3話とかしか見てないんだけど、なんかやっぱ一つのことにあんだけ一生懸命なるってね、本当に素敵だなって思いましたね。ハイキュー人気だよね。なんかひーちゃんも好きって言ってた気がする。であずみさんも好きって言ってた気がする。なんか一緒に映画見に行ったらしいよね。その時はさっちやも見てなかったので話に入んなかったけど、素敵だよね。なんか素敵だなって思って、そうで、部活だから、部活なのになんでそんな本気になってんのっていう、あのセリフにちょっとプンプンってなったそう、あ、リエチも詳しいんじゃん。あ、確かになんか X 上げとった気がする。なんかね、かっこいいなと思ったよね。あ、ツッキーさんですね。月島、ちょっとずつお勉強中です今。でも配給まだちょっとあんま全然見てないから語れないんだけど、そう、そうなんじゃ、泣けるシーンちょっと気になる。メリームこんばんは、来てくれてありがとう。だってさ、シワじゃね、めっちゃごめんね、話がコロコロ変わってさ、めっちゃシワじゃねやりたくて、ずっといつかできるかな。スラムダンクはね、まだ見たことない。アマゾンプライムあるのかな。え、スラダンってスラムダンクじゃない、もしかして違ったらどうしよう、恥ずかしい。合ってる。あ、よかった、合ってた、よかった、よかった、よかった。スラムダンクね。ね、まあちょっとまだ見たことないけど。え、しわじゃあね、見たい、やりたい、めっちゃ。スラムダンクはバスケのお話？バスケのお話？最近はバレエのお話。あ、アンプラであるんじゃ。じゃあ配給見終わったらって言いたいんだけど、だって多分同時進行派ですね。実は進撃の巨人まだ 見途中なんですよ。あと約束のネバーランドも見始めて、まだでも約ネバも3話ぐらいやばい、くしゃみでそう。ちょっと寒いです寒いです、寒いです、寒いです。そう、さっき来てくれてありがとう。こんばんは、来てくれてありがとう。終わりかもねみたいなやつだよね、確か。あのオリジナルメンバーので披露、なんか初めて見たのが5周年なんですよ、シュアジャーネ5周年のコンサートで、あ、実際に見に行ったわけじゃないんですけど、5周年のコンサートで
千穂さん の, あのソロダンスのとか大好き大好き大好きです。えやばい、さあちゃん、そうですね、そう大好きです、ドア好き、ドアドアですよ、ドア好き、ドア好きです。うわどっちのうわサッチ大好きなんて言うんだ、うわーかオリメン一人になっちゃうんだ、うわひえだよね、でベテランっすね。え、なんかなんとか語なのこれって、もしかして今さっち適当に言っちゃったんだけど、もしかしたら公式のあれがあった、もしかしてそう、あよかった、オリメンのね、うわーだよね、カメハメハ出せますか、出せますでも出せます、出せます、はい出せますね出せますよ、出せます、ちょっと最近出してないのでちょっと出るかわからないんですけど、おにぎり温めますか、おにぎりは意外と冷やいままでも食べれますねでも今日はちょっと出なさそうな感じ、またいつか、はい、またいつかそう、今何時だろう、あもうこんな時間じゃ、早いね、みんなありがとね、もう日付回る前なんだけどありがとね、膝見えた？膝？サッチーが体育座りしてるとかバレたってことですねいやあっという間でしたね、あ、肘恥ずかしい、やだやだ、ということで壇上を読まさせていただきます。10位台湾のコウさん、12位トンさん、11位ギルスさん、10位トトイ太郎さん、9位カタムツリさん、8位ブルーさん、7位クモノミノさん、6位リョウチさん、5位ユータンマルさん、4位フサカナリンさん、3位ノブさん、ありがとう、そして2位はヤスウェイさん、ありがとう、そして1位はくまりママさん、ありがとう、テーストありがとう、みんな来てくれて、今日も急な配信だったけど、そして日付を回る前まで、ああと1分だよ、あと1分だよ、ファンクラブ7周年のチケットあと1分だよ、そうまあ来てくださると嬉しいです、ということで日付回る前なんですけど、遅くまで見に来てくれてありがとうございました、配信を、はい、ということで皆さん本日も一日お疲れ様でした、今ならギリマネ、そうなんよ、今から走ってったらあ間に合わんのじゃ分からんけど、そうはい、ということで本日の配信はこの辺で終わろうと思います、皆さん本日もはい、お疲れ様でした。して見に来てくださってありがとうございました。はい、ありがとうね。ありがとう。それじゃあまた明日も一日頑張りましょう。明日は？おう、金曜日です。
金曜日だよみんな、頑張ろうね。卒コンまであと2日ですね。はいはいということで本日の配信はこの辺で終わろうと思います。ということで明日も一日頑張りましょう。みんなありがとう。おやすみ。また明日グッドナイト。おやすみおやすみおやすみっち。バイ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 。明日はさつまいもが食べたいな。さちよ、実は冷蔵庫にさつまいもがあるんですよ。だから明日食べます。みんなもおいしいもんいっぱい食べて元気に頑張ろうね明日も。じゃあみんなおやすみ。またね。ありがとう。バイバイ。また明日ね。ほな。またね。じゃあバイバイ。切ります。またね。ありがとう。